歌方の時も話さないラウドロックアイドルグループイブ束縛オレンジ担当淡井岸弘です。2021年は私にとっても激動の1年だったかな。いかんせんね、グループが1周年を迎えたりもして、まあいろいろと重なって家がなくなったりもして激動の1年だったかなと思います。なんだろうな、人間を幸せにするというよりかは、私はその人間に寄り添った音楽をしたいなと思うので、別にその人間が病みたい時は私の音楽を聴いて病んだらいいと思うし、別に幸せにならなくてもいいです。その人の感情に寄り添えるようなパフォーマンスがしたくて、歌詞それぞれに意味があるので、その歌詞の意味に合わせて感情を入れるようにしてます。もともとはハロプロに憧れて、今は一つじゃないですね、まあ、目指すアイドル像はハロプロのパフォーマンスを持ちつつ、ツックのような表現力を持つアイドルですね。もともとは私がアイドルを始めたのが、茨城県牛久市の教育委員会所属の公認ご当地アイドルののきすというところが私の始まりで、非公認のご当地アイドル六国団を立ち上げて、イブを始めて、六国団解散して今イブ、楽しいアイドル人生を送らせていただいてるなと思います。今が一番楽しいです。25歳までにアイドルとして売れなかったらアイドル辞めるって決めてるので売れます。アイドルだけで生計を立てられるぐらいにはなりたいと思っているので、アイドルとして売れて25以降もできるようにっていうのが、まあ私の目標なんで、アイドル人生はそれに限りますね。売れなかったらもう終わります、ちょっとで売れたらもうちょっと続くかもしれない。